皆さんの身の回りには大気というものが存在していますけれども大気の密度どれぐらいあるかというと大体え1立方センチメートルあたり10の18乗個で例えば皆さんが今座っている椅子なんかを見てもらうと金属ですから10の,え10の23乗個の粒子で構成される立方センチメートルあたり十のの十三乗個の粒子で構成されてます。 宇宙空間まで、えー、幅広く視野を広げてみると宇宙空間では例えば超新星爆発であったり中性子星のような非常に高密度な現象あるいは、えー、非常に温度の高い状態で発生するガンマ線バーストのような、えー、エネルギー密度状態、えー、非常に高いエネルギー状態が存在することが分かっていますさてこのような高いエネルギー密度状態を達成するためにはどうしたらいいか 一番シンプルな回というのはエネルギー密度というのは単位体積あたりに投入するエネルギーのことですからそう考えると、えー、基本的には、えー、単位体積あたりのエネルギーを大きくするつまりちっちゃいところにエネルギーをいっぱい詰め込めば宇宙空間の現象が再現できるということになるわけですしかし、えー、ものの体積をシンプルにちっちゃくして 投入すするエネルギーを小さくすればいいかというとう実はそういうわけにはいかないと。で、実際にそこを考えていくと何が問題かというとエネルギーを突っ込んでいってもお湯とかを温めれば分かるとおり実際に熱が逃げていくという現象が発生します。そうすると、えー、その時間内にエネルギーをきちんと詰め込まなきゃいけないということがあって。 関係式をざっくり書くと、えー、入力エネルギーから逃げ出すエネルギーのサッピータ分というのが単位体積あたりに投入されるエネルギーとなるわけですそうするとこの単位体積あたりに投入されるエネルギーをうまくコントロールしてあげるためにはどうしたらいいかということを考えなければなりませんそうすると実はさっきの式を時間でエネルギーを割ってあげる そうすると実際には瞬間的にどれだけのパワー、電力が入ったかということに還元されるわけです。そうしたときに単位時間あたりに投入されるエネルギー、投入するエネルギーをどれだけ増やせるかということがパルスパワー技術の根幹ということになるわけです。